日本食は世界的に大人気となっていますが、まだまだ知られていない日本食がたくさんあります。今回のエピソードに登場するフランス人女性は、日本で暮らすようになって初めて知ったさまざまな日本の食材をお土産として持ち帰ったところ、家族がとても驚いたそうですよ。その驚く様子が面白いと語っていました。彼女は一体何をお土産に持ち帰ったのでしょうか。では早速ご覧ください。日本は謎食材の宝庫。はじめまして、私はフランス人のシェリーよ。今は日本で暮らしているの。仕事で何度も日本を訪れているうちに、そのまま日本に居座るようになっちゃった。だってとても治安がいいし、日本人は親切だし、何より美味しい食べ物がたくさんあるんですものね。日本で仕事をしている時に出会った日本人男性が今の夫よ。夫は誠実だし、ユーモアがあって本当に素敵な人なの。フランスの家族に紹介した時もすぐに打ち解けて、パパやママも夫のことを気に入ってくれたわ。弟なんて友達みたいに仲良くなったのよ。なかなかフランスへ帰る機会がないけど、1年に1度は必ず帰るようにしているわ。だって大好きな家族と何年も会わないなんて寂しすぎるものね。実はフランスに帰国するたびに、家族が驚く日本の珍しいお土産を持っていくのが私の楽しみなの。だって、これはなんだ？本当に食べられるのか？なんて驚いている家族の様子がとても面白いのよ。だからいつも何も言わずに日本のお土産をそのまま渡すようにしているの。去年フランスに帰国した時には柿の種をお土産にしたわ。ナッツはすぐに分かったけど、あのオレンジ色の小さな楕円の粒はなんだか分からなかった。まあナッツがバレた時点で食べ物ということは理解したけど、どうやって食べるのか悩んでいたわ。ママなんて、これはスープに入れて煮込むのかしらって言ってお鍋を準備し始めたのよ。こんな面白い反応をされたら笑っちゃうでしょ。そのままカリカリと食べるのよって答えを言ったんだけど、なかなか納得してくれなかったわ。目の前で私が食べてみせて、やっとパパが一口食べてくれたの。ピリッと辛くてうまいなと、やっと理解してくれたわ。それでママがワインを準備し始めて、そうそう、それが正解の反応よって私が言って、みんなで盛り上がったのよ。だから今年フランスに帰国するときは、何をお土産に持って帰ろうかって、夫とも作戦会議をしていたわ。スーパーに行くたびに、日本らしくて珍しい食べ物って何かしらって考えながら買い物をすると、すっごく時間がかかるし、買い忘れるものが多くて自分でも笑ってしまうのよ。夫と二人でスーパーで買い物したときに、ついにお土産にする食べ物が決まったの。それは白くて四角い食べ物よ。一体何なのかはフランスの家族の反応を見てからのお楽しみね。久しぶりにフランスに帰国すると、パパもママもとても喜んでくれたわ。弟は夫と早速公園に行って、二人でバスケをしていたのよ。夕方まで公園でのんびりと過ごした夫と弟が帰ってきて、お待ちかねのお土産タイムになった。今年の日本のお土産はこれよ。私があの白くて四角い食べ物をテーブルに乗せると、早速パパが手を伸ばした。なんだこの白いキューブは。とても硬いわ。本当に食べられるの？ママは袋の上からその白くて四角い食べ物を触りながら考え込んでいたわ。チーズみたいにスライサーで削って食べるんじゃないか？弟はそう言ってチーズ用のスライサーをキッチンに取りに行ったのよ。私は慌てて止めたわ。だって粉々になってしまってはせっかくの美味しさが失われてしまうもの。じゃあ正解を教えるわね。私はその白くて四角い食べ物を
袋から取り出して、キッチンにあるトースターの中に入れたのよ。まさかこれを焼くのか？パパは信じられないという顔をしていたけど、ママは興味津々にトースターを覗き込んでいたの。ママ、これからどうなるか見ててね。私がそう言った瞬間、ママが悲鳴を上げたわ。何よこれ、膨らんでいくわ。爆発しちゃうわよ。ママの悲鳴を聞いて、弟も慌てて覗き込むと、やばいよ、危ないってパニックになっていたのよ。大丈夫よ、これが美味しさの秘密なんだから。私の言葉にみんなとても驚いた顔をしていたんだけど、その顔が本当に面白くて笑ってしまったのよ。これくらいかな。私がトースターから取り出して、日本から持ってきた醤油に砂糖を加えたソースに浸すと、じゅわっと染み込んでいったの。焼き海苔で巻いてお皿にのせてテーブルに出すと、みんなが興味津々の表情をしていたわ。とてもいい香りだ。パパはそう言って手に取ると一口食べた。ピヨーンと伸びた瞬間のパパの表情がとても面白かったわ。え、伸びてるわよ。これは食べても大丈夫なの？ママがあまりにも心配そうに見ていたから教えてあげたわ。これは日本の餅という食べ物よ。もち米をついて作るんですって。日本ではおめでたい時に食べる習慣があって、お正月には鏡餅という名前で飾るそうなの。とても美味しいけど、喉に詰まらないようにしっかりと噛んで食べてね。パパは私の話をちゃんと聞いていたのかわからないほど夢中になって食べていたわ。もちもちとした食感も伸びるところも楽しい食べ物だな。しかも甘くてしょっぱい味付けと海苔の風味がとても美味しいよ。もっと焼いてくれないか？もちろんよ。みんなで食べましょう。私はたくさん焼いたけど、みんなが美味しい美味しいと言ってどんどん食べるものだから、次から次へと焼き続けたわ。ああ、もうお腹いっぱいだ。それはそうでしょうね。だって私がお土産に持ってきた分を全部食べてしまったんですものね。私が今回のお土産でフランスに持って帰ったお餅は、家族のみんなに好評で本当に良かったわ。でも日本のお餅で忘れちゃいけないのは、雪見大福よね。これはフランスでも売られているから、翌日地元のスーパーへ買いに行ったのよ。パパもママもお餅の美味しさを知ったから、雪見大福も絶対美味しいはずだって言って大量に購入していたわ。お餅は食事としてだけじゃなく、スイーツとしても日本で親しまれているのよね。本当に日本人の食に対するこだわりは素晴らしいわ。おかげで美味しい食べ物を楽しむことができるんだから、感謝しなきゃね。日本にはまだまだ楽しい食べ物がたくさんあるわ。私が知っているだけでも、プッチョというお菓子も面白いし、お茶漬けの素もいいアイテムだと思うの。あと、ふりかけもね。また来年、日本の珍しい食べ物をお土産にして、フランスに帰国するのが楽しみよ。今回のお話はいかがでしたか？日本の食べ物はまだまだ海外で知られていないものも多いので、驚くかもしれませんね。初めて食べた時の反応が面白いのは、美味しいの表現の一つかもしれません。このエピソードには、海外の方からもたくさんのコメントが寄せられていましたので、一部をご紹介しましょう。海外の反応。私も日本へ留学していた時に、ホストファミリーがお餅を食べさせてくれたわ。面白い食感で美味しいのよね。でも私が食べたお餅はスープに入っていたわよ。毎年日本人はお正月にはスープに入ったお餅を食べるんだって教えてもらったけどな。僕も日本に留学中に餅を食べたよ。友人の家だったんだけど、ママさんに窒息しないように気をつけて食べてねって言われてすごくビビったんだ。命がけで食べるなんて日本人はちょっと変わってるよね。でもすっごく美味しいから、
命をかける価値はあるかも。だけどね、餅って日本人にとって神聖な食べ物なんだろう。だから大きなお寺や神社にお供えしたり、お正月に鏡餅を飾ったりするんだ。神様の食べ物だから、人間が食べるときは命がけなのかもね。私は日本のお餅が大好き。大福なんて本当に美味しいわよね。中に大きなイチゴが入ったイチゴ大福を桜を見ながら食べると至福の時間が過ごせるわ。命がけの食材っていくら美味しくてもな。本当にいつも日本人には驚かされるよ。海外の方たちの中にもお餅のことを知っている人がいましたね。確かに日本人にとってお餅とは神聖な食べ物かもしれません。お正月にお餅を食べるのはなぜ？だんだんと日本古来の季節行事をする機会は減ってきていますが、お正月にはお餅を食べるという人は多いのではないでしょうか。でもなぜお正月にお餅を食べるのか知っている人は少ないかもしれませんね。お餅の原材料がもち米であることを知っている人は多いと思います。日本では昔から文化的な背景の中に稲作がありました。その稲作によって豊かな食卓が形成されてきたことから、米は神聖な作物だとされてきたのです。その米をついて作られる餅には米のパワーが凝縮されていると考えられてきました。そのため昔から餅を食べると力がつくと言われてきたんです。今でもお餅の入ったうどんのことを力うどんと言いますよね。お餅にはその年の豊作や幸せを司る年神様が宿っているという考えがあります。そもそもお正月は年神様をお迎えして一年の無病息災を願う行事です。つまり年神様が宿っているお餅を食べることで、体の中に年神様をいただき、生きる力をいただくということなのです。昔は年齢のカウント方法が今とは違って数えでした。そのため、全員が新年に一歳年をとっていたということです。これはみんながお餅を食べることで、一斉に年神様から魂をいただき、それを年齢に加えて数えたためだそうですよ。人は生まれた時から魂を宿していると考えられていたため、数え年では生まれた時点で1歳なのもこんな理由があったんですね。お餅は単に美味しい日本の食材というだけではなく、神様の魂をいただくありがたい食材だと感謝しながら食べると、また違った気持ちで食べることができそうです。年末に鏡餅を飾るときにも感謝の気持ちを込めて飾りたいですね。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。感想もコメント欄にどんどん書き込んでくれると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。